パリ五輪リの男子バスケットボール日本代表、渡辺祐太が自身のインスタグラムを更新。同代表のチームメイト、富永啓生と共にカニシャブを食べに行き、エールを送り合ったことを明かした。画像、こういう心遣いが大好き、眩しい笑顔が弾けた日本代表スタッフとの集合写真渡辺はインスタグラムのストーリー機能を使用し、 富永がカニなどの豪華食材を手にする写真を公開。毎年恒例のカニシャブデートワラと記し、仲良く食事に行ったことを報告した。富永も自身のインスタグラムのストーリー機能で、毎年日本最終日はカニの絵文字。というコメントともに、渡辺の同様の姿を投稿し、仲のいい姿を見せていた。富永はベプロバスケットボール、NBA、 のペーサーズとエグジビット10契約に合意。渡米し、本契約を得るための戦いへ挑む。昨季限りで NBA グリズリーズを退団し、来季からは B リーグ、千葉でプレーする渡辺は、アメリカでビッグになって帰ってきてくれと、自身が活躍した大舞台に挑む後輩にエールを送っていた。